美味しい。美味しいです。美味しいですね。うん、美味しい。こんにちは、おじょうです。今日はある企画を行うために3名の方に集まってもらいました。まず一番奥に座っているのが先日44歳になった影山志郎です。続いて隣に座っているのが6児の母、影山哲子とリーチュアルブランディング部の広瀬部長です。そして私の隣に座っているのが趣味は晩酌、特技はモノマネ、高田産業品質担当の久保井係長です。よろしくお願いします。それでは早速ですが企画の方に入っていきたいと思います。本日の企画はロシアン麻婆豆腐です。影山グループでは3ヶ月に1回影山鉄工所の管理栄養士がグループ会社でランチを作る出張ランチっていうのがあるんですけど、5月のメニューが麻婆豆腐なんですよね。ということで SNS チームはひらめいたわけです。社長にロシアンルーレットしてもらおうと。ということで、じゃあ早速ルールを説明していきたいと思います。とですね、4つ麻婆豆腐があります。こちらです。で、タイトルの通りですね、1つは SNS チーム特製麻婆豆腐となっております。で、まずじゃんけんをして勝った人からこの抽選箱の中に紙が入ってるのでこれ引いていただきたいと思います。で、全員引いてから紙を開いてください。で、紙に書いてある番号の麻婆豆腐を食べていただきます。ちゃんとね激辛なので水も用意してます。本当だ。じゃあそれではじゃんけんしていきたいと思います。疑心暗鬼になってますよね。気にかけられすぎて。最上でじゃんけんぽい。じゃあ3番です。最上でじゃんけんぽい。あ、お疲れ様。はい。次からまだ開かないで持ってください。ない。じゃあ紙を開きたいと思います。いきますよ。せーの。じゃあまず1番の方。はい、1番です。じゃあ次2番の方。はい。あ、社長ですね、2番。じゃあ辛い子が入ってるんです。はい。これ辛いと思う。え、でもこっちも結構。こっちも赤いですね。3番の方。私が3番で。違うよ、これ。違うよ。ちょっとあれかもしれない。なんか違うの入ってるよ。はい、次4番。あ、はい、4番。そんな違いだからお嬢のとは。いや、そんなことないですよ。全然一緒っす。全然一緒。全然一緒ですよ。問題ないですか。酔ってます。じゃあそれではロシアン麻婆豆腐食べていただきたいと思います。あ、でちょっともう。せーの。美味しい。うん。美味しいです。美味しい。全然美味しい。社長。美味しい。そんなことないでしょ。ちょっともう一回ずつぐらい。ああ、そうですね。いや、なんか涙出てる。もう一回ずついける。もう一回。もう一回。社長ちょっと少なくないですか。そうだよね。もうちょっと。吸えないんだよ。じゃあせーの。うん、めっちゃ美味しい。美味しいです。美味しいですね。社長どうしました？おいしい。めちゃくちゃ辛いけどね。あ、三口目。おいしいね。おいしいですか？辛いけどね。はいはい。いいとこ入った。もうさ、何かいるもん。腹ね。大丈夫ですか？うん、美味しい。ということでですね、はい、激辛麻婆豆腐を引いたのは社長でした。さすが。普通に麻婆豆腐美味しかったです。美味しかった。すごい美味しかった。これ社長ランチで食べれます。社長この後ちゃんと麻婆豆腐食べれるんで安心してください。ここら辺がちょっと麻酔っぽくなってて、あ、いやなんかすごい持続性あるって言ってました。やかましいよ。はい、それでは以上で今日の企画を終わりたいと思います。ぜひチャンネル登録とコメント、高評価よろしくお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。後から来るね。なんでそんだけ俺が2だけ当たるのこれ。あ、でも全然本当に仕組んでないので。しかもだって2枚引いたじゃないですか、自分で。それの自分で選んで私。だから。だから美味しいんだけど、なんかダメージが来るんだよ、少しずつ。なんだろうこれ。お腹痛くなって。お腹痛くなるね。お腹痛くなるよね。そうですよ。次の日のトイレが大変だよ。